番最初に私、この皆さんにご紹介するのを、すっかり忘れておりました。今日ですね、グラフィックレコーディングをしてくださっているももこさんを紹介するのをすっかりさっぱり、本当にごめんなさい。私の顔が出てない。私の顔が出てない。すいません、ももこさんを皆さんに紹介するのを忘れておりました。ごめんなさい、ももこさん。自己紹介を。大自己丈夫です。はじめまして。今日グラレコさせてもらう、すみだももこと申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。素敵な、皆さんの話を素敵な絵にしてくださっているので、また全体会の時に、それを見ながら報告させてもらおうと思ってます。ありがとうございます。そして、さっきすごい駆け足になってしまったんですけど、で、丸山さんのお話を聞く時間がないまま、最初のセッションが終わってしまったので、丸山さん、今回初めましての人もいるので、簡単に自己紹介と、どんなことをしているかを、お話ししてもらってもいいですか？はい。1分ぐらいで。お願いします。ありがとうございます。はい。特定非営利活動法人グリーンラインを愛する会の理事長の丸山隆と言います。我々の、特定非営利活動法人は、県道251号線、通称福山グリーンラインって呼ばれてますけども、この場所の環境を保全する仕事を行政と一緒に、やってます。まあ、メインのミッションが公共サービスということなので、ちょっと特殊な、仕事をしてますので、皆さんとどういう形でどこでつながることができるのかなというのは、正直お話を聞きながら悩んでたところなんですけれども、まあ、私的には、私の方から皆さんにこういう形で協力してもらえませんかとか、こういう形でつながれませんかというよりは、皆さんの方で、グリーンラインでこんなことできないのかなとか、あるいは行政と、のつながりの中で、どうやったら行政に我々の思いが伝わりやすいのかなとか、それからまあいろんな許認可なんかでですね、どういうふうな手続きでやればスムースにこういうのが進むのかなとか、そういったところは、私自身ももう20年間行政とずっとそういう関わり方をしてきてるので、お手伝いできるのかなというふうに思います。それと、個人的には、以前ベンチャーの会社の社長を25年ほどやっておりましたので、技術的な問題でですね、例えばその、最近ですと、スマートスピーカーがどうだとか、家電コントローラーがどうだとかっていうようなことが家庭でも少しずつ広がってきてるようですけども、そういったところで皆さんがどうしたらいいんだろうかなというような、ご相談があればお力になれる部分もあるのかなって、そういうふうに思ってます。以上です。はい、ありがとうございます。そして、ノーソンさんもさっきすごい駆け足になっちゃったので、改めて 今の活動を、大田病院さんとか市民病院さんとかにも簡単にご紹介いただいてもいいですか？はい。市議会議員の政友会に所属しております。芦田町に住んでおりまして、家内が熊野、そして弟夫婦も熊野町におりまして、私の前の田中耕陽先生が熊野町の出身ということで、熊野と芦田を行ったり来たりしてるんですけども、いわゆる街中のですね、がこれから活性化されて4、5年先にはね、いろんな意味で他県、他市町に負けない福山市になるんですが、やはり私が住んでいる郊外部、田舎をですね、もっと元気に、にぎわいのあることにつなげていければなということで、今現在はですね、ワクワク市が今、産直市がですね、3年目に入りました。それから、砂止めという江戸期のですね、初期、中期に皆、あの、先日、先段の人が作られた、ものすごい36期、28期という砂止め、それが現在防災に現実につながっている。今、2つのグループで、整備したり、皆さんに来ていただけるような観光の、ルートにしたいなということが進んでいます。まあ、そういった、いわゆる地域、田舎のですね、まあ、皆さん知られてないところをもっともっとつなげて、
二子塚古墳であるとか、神戸の堂々川であるとか、まあ、いろんな外回りといいますか、そういった部分がもっともっとにぎわいのあるものにつなげていくにはっていう部分で携わりをしております。まあ、特にあの田舎ですから、今のイノシシだとかっていう問題もありますけれども、まあ、耕作放棄地、あるいは休耕地、そういったところになんとか、まあ、雇用も含めた仕事ができたり、あるいはそういったところがですね、やはり皆さんが食せるものが作れたらというような取り組みで、いろいろ行政の方との配慮役を務めているというのが実態です。はい。ありがとうございます。そしてあのロコちゃんもすいません、さっきあのすごい超駆け足になっちゃったんですけど、補足がありますか？あ、すいません、ありがとうございます。いえ、そうですね、ちょっと以前あの前回で、はい、のことなんですけど、岡田さんおっしゃられた本当里山とエコツーリズムで、アートとサイエンスのあの構想がすごい素晴らしくて、未来科学館と自然との連携とかにすごく可能性を感じて、でその里あの民泊の方の活動もすごくとても素晴らしくて、あの子どもと大人がなんか共にこう育つ次世代の教育事業としてすごくなんか可能性というか期待をするというか、とてもあの素晴らしいなと思って、この前のアンケートでもちょっと書かせていただいたんですけど、であのフォローも Facebook のフォローもさせていただいたんですけども、あの三谷さんの方もちょっとメッセンジャー送ったんですけど、ちょっと返事が返ってこなかったんですけど、ね、メッセンジャー送れてますかね、なんかちょっとまた送ってみようかなと思って、あの科学館のすみません、声聞こえてます？私の、あ、今は聞こえます。はい、聞こえます。全然あの画面がですね、ホストが止められてますというのが出てきて、ほら、ホストで止まってるというのがあって、開かないんですよ、私の画面。画面、今開きますか、画面。開きません。あの自分ので開けるけども、ここに出てこないんですよ。まあ、出てこなくてもいいんだけど、買わなくてもいいです。あのすみません、あの、一応ですね、メッセンジャー全部見てるんですが、あ、はい。あのいっぱいな間違えた。あれ、三谷さんの声が聞こえなくなりました。三谷さんの声が聞こえない。ミュートを解除。これで声聞こえますね。はい、画面がやっぱり。なくていいです、画面。はい、であの今、木村さんのね、言われたことは、はい、すみません。できたらメールでいただきたいんですが、あ、メールってどう、Facebook に、じゃあ今ですかね、あのですね、なんかまた木村元子さんと関係あります？いえ、全然関係ないです。関係ないじゃないかな。じゃあちょっとチャットで送りましょうか。チャットで個別に、はい、あと個別にメールアドレスを送ったらいいかもしれない。はい、ね、なんか Facebook のメッセンジャーだったんですけど、はい、ちょっと友達じゃなかったら、あの、はじかれちゃった。すみません、あの、無視はしてないんですけど。あ、いえ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 、すみません、あの全然全然。なんかよくわからない、いっぱい来るから。ちょっとそうですよね、Facebook のメッセンジャーもよくわかんなくなっちゃうで、はい、で一応、その Facebook のメッセンジャーでお願いします。もう一遍慎重に見ますので。あ、大丈夫ですか？はい。あ、わかりました。はい、そんなお話も共有じゃないわ、どんどん先が進んでいる中で、さっきあの別のグループの皆さんから聞いたのをちょっと共有させてもらおうかなと思うんですけど、今共有画面にしてるんですけど、皆さんの画面に映ってますか？映っているかな？見えない人いたら教えてください。大丈夫そうなので、この共有画面、私がざーっと打ったワードなんですけど、ですね、あの先ほどの皆さんから聞いた自己紹介とか踏まえて、これ見ながらお話ししている中では、あの、ですね、三谷さんのお話に対してはマナックの方が周祖がごめんなさい、分からなくてカタカナなんですけど科学遺産になるかもっていう周祖を、その科学、未来科学館
の中で反映できたらいいんじゃないかなっていうようなお話が出てきたり、あと電気自動車って発電機と使い方的には同じようにできるんですかね、田中さん。あ、すいません、はい、できますね。で、先ほど当初田口さんもおっしゃってたように、中古のリーフっていう、まあ、電気自動車を発電機として、まあ、蓄電池として活用されている方もいらっしゃるので、まあ、そういった意味では、はい、できると思います。あ、ですね。なんかすごくその発電機がやっぱりイベントとかするのにあたっては結構課題になるというか、なんかどこから調達しようみたいな感じにもなったりするので、そういったところでも活用できるんじゃないかなっていうような話が、坂本さんという市民病院で働いている方から聞きました。あ、でそれこそ田口さんもおっしゃってたように、はい、変な話、中古の電気自動車リーフを買ってですね、ナンバープレートをつけずに家に蓄電池として置いておけばですね、逆に発電機よりも低価で、はい、できるみたいな話もありますね、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、で、あと、まあ、病院の関係でいくと、その今すごく広報に力を入れてされているっていうことの中で、坂本さんって市民病院の方なんですかね、同じ部署の方から、まあ、体験会とかそういう広報活動をよりやっていきたいんだけどっていう話の中で、マナックさんが芦田川で今後イベントを開催予定しているので、そこで一緒にできないかなっていうこととか、その耕作放棄地とか郊外っていう場所を使ってそういうイベントの場にしたらいいんじゃないかなみたいな話も出てきてました。で、そこに人を集めたりっていうのできないだろうかっていうのがありました。で、太田さんか横山さんに聞いてみたいんですけど、まあ、そういう広報的な活動、病院として広報的な活動に力を入れるっていうことは、まあ、地域のつながりが大事だっていうのは分かるんですけど、なんかこう先を見据えていて、どんなことを見据えてこう地域とつながっていきたいみたいなのがあるのかなっていうのをちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど。あ、どんなことを見据えてとか、どんなとことつながっていく課題だったりとか。あ、です、病院が2025年までに地域包括ケアシステムっていうものを作れっていうのがそもそも国のお題としてありまして、それはその医療とか介護がそれ単体だけでやってるんではなくて、地域の、まあ、地域の住民の方が主役なので、地域ととにかく連携しなさいってことがもともとお題としてあったんですね。で、うちは地元の町内会さん、特に田島学区なんですけど、そこの方と、まあ、一緒にやっていこうということで、2015年ぐらいからいろんな行事に出てたりですとか、まあ、私自身が住んでますので、そのいろんな子ども会とか町内会とかの活動を通して、まあ、顔見知りになっていくということをやってきています。まあ、それがまあ、国の目指す包括ケアシステムにつながっていくことかなという形で、今広報も力を入れてやっているところなんですけど、はい、ありがとうございます。はい、めちゃめちゃ時間が足りなさすぎて本当に困ったなと思ってるんですけど、あとですね、そのサンナ町、沼熊のサンナで活動されている方もいらっしゃって、理学療法士の方だったんですけど、まあ、やっぱり地域としては選択と集中が必要になってくるから、まあ、どこに集中していくことがいいのかっていう話の中では、でもさっきの農村さんの話につながるんですけど、郊外にもたくさん資源があるので、まあ、そこをこう活用してつなげていくっていう中で、結局、まあ、そのこのフィールド×コンテンツ×、まあ、ここ人っていうのが入ってくるのかなっていうことだったんですけど、耕作放棄地と空き家とかっていうのを活用して、で人を呼んで、でさっきの理学療法士じゃないわ、リハビリのロボットのイベントみたいなのを持ってくるっていう、ちょっとこう異色の掛け合わせみたいにはなるけれども、そんなのを郊外でしてみるっていうのもいいんじゃないかなっていうような意見というかアドバイスが出たりしておりましたので、共有です。で、多分あとこの画面が1分ぐらいです、終わっちゃいそうな気がするのでごめんなさい。全然この回なんか共有しかできなかったんですけど、このワードはなんとかして皆さん今見えてますかね、画面で。なので
と、この宇佐さんっていうマナックの方は芦田川で河川敷、芦田川の河川敷で今後イベントとか、このモンデンさんっていうことは卸町でなんか場所、コミュニティ作りっていうのを、これから企業同士のコミュニティ作りをしていきたいっていうふうに考えられている方でした。で、根本さんっていう方は、まあ、身体障害者ではあるんだけれども、なかなか表立って支援はできないけれども、後方支援として、例えば里山のことも後方支援として、木のオーナー制度みたいなのがあるのか分かんないけど、そういうのがあったらオーナーになったりして、このできる部分がどんなことがあるよみたいなのを教えてもらえると、また活動に参加しやすいなっていうのを言われておりました。で